はい、こんにちは、みずきです。今回は後世ビセから11月16日に発売されたパノラマデザインアイパレットの BR4 番オレンジブラウンを詳しくレビューしていきたいと思います。実際に2パターンのメイクもしてみたので、ぜひ最後まで見てください。それでは動画スタート。ということで、こちらのアイシャドウの特徴は4つの異なる質感で、目頭、眉下、こめかみ、頬骨を結ぶパノラマエリアに光を取り込み、立体的な目元を作れる5色のアイパレットです。ヒアルロン酸、スクワランが配合されており、しっとり感があります。メイクしながら潤いを保つことのできるアイシャドウパレットです。カラーは5色展開で、どのカラーにも肌なじみの良さそうなブラウンカラーが入っていて、デイリー向けのカラー展開だなという印象です。私が購入したのは BR4 番のオレンジブラウン。カラーを詳しく見てみるとこのような感じ。左上のカラーはしっとりとしたスフレベースで、上品できめ細やかにツヤ感を出してくれるようなハイライトカラー。右上のカラーはゴールドのラメカラー。華やかだけど派手すぎず使いやすいです。左下はアクセントカラーのフレッシュなオレンジ。パールのツヤ感があり、とても上品な輝き。高発色ですが、まぶたにのせると意外と透け感があるので、色の発色を調整しやすく使いやすいカラーだなぁと感じました。そして右下は柔らかなマットブラウン。立体感を出してくれそうなカラーです。5色目は締めの暗いブラウンカラー。こちらもマットで発色がいいので、しっかりと立体感を出してくれるようなカラーです。実際に手に取ってみた感想は、どのカラーも粉がすごくしっとりしていて潤いを感じました。全体的に発色が良く、目元の立体感を演出するのにぴったりなカラーだと感じました。そして実際に2パターンのメイクをしてみるとこのような感じ。まずこちらは左下のオレンジをメインカラーに使ったパターン。ハイライトカラーをパノラマエリアに塗ります。少量ずつ指にとってスーッと優しく伸ばしていくと、ムラなく綺麗に塗れます。そしてチップでメインカラーをオン。このパールの輝きがとっても可愛いです。しっかり立体感を作っていくために、アイホールよりも気持ち広めに塗っていきます。そして締めカラーを二重ラインと下の三角ゾーンに入れます。この締めカラーを入れると立体感が出て、目元がぐっと際立ちます。そして最後にゴールドのラメを黒目の上と涙袋に入れて完成。オレンジをメインに使ったパターンはこんな感じ。華やかさもありつつ、パールの輝きで上品さもあり、立体感もしっかりと作れました。もっとオレンジのカラーを際立たせたい場合は、重ねるとさらに発色がアップします。続いては右下のマットブラウンをメインカラーに使ったパターン。先ほどと同じようにハイライトカラーをパノラマエリアに塗ります。そしてチップでマットブラウンをアイホール全体にのせます。マットで発色がとてもいいので、これだと少し暗くて重たい印象になってしまうよっていう方は、大きめのブラシでふんわりのせるのがおすすめです。そして締めカラーをオン。ラメカラーも先ほどと同じようにのせます。マットブラウンをメインに使ったパターンはこんな感じ。先ほどよりも少しクールな印象になりました。マットカラーがメインですが、最初にパールのハイライトカラーをベースに塗っているので、重たくなりすぎずとてもいい感じです。カラーはブラウンでまとまっているので、シーンを選ばずオフィスメイクにもおすすめです。2パターン並べてみると、どちらも温かみのあるカラーなので意外と似てますね。オレンジをメインに使ったパターンの方が透明感があり、マットブラウンをメインに使ったパターンの方がより立体感が出ているのかなと思います。はい、ということでビセパノラマデザインアイパレットを詳しくレビューしてみましたが、いかがでしたか？少しでも参考になれば嬉しいです。この動画が少しでもいいなと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではバイバーイ。